長島氏の自宅に包丁を持った男が侵入した。この日はセコムのスイッチを切っており、セキュリティが作動せずガバガバだった。長島氏はセコムの CM をしていたため、この事件をきっかけにセコムの株価が大暴落した。巨人軍のS3本柱を聞かれた際に長島氏は、桑田、牧原、桑田だと回答した。サバという漢字の書き方を記者に聞いたところ、魚編に青ですよと教えてもらうと魚編にブルーですかと返事。その後、寿司屋に行った長島氏は早速知識を披露した内容が、へい、シェフ、サバはフィッシュ編にブルーと書くんですよだった。ある試合で選手を鼓舞するためにエンジンを組んだ長島氏は、良いか、お前たち絶対に諦めるな。人生はギブアップだ、と天然っぷりを発揮した。毎日自宅から球場まで運転していた長島氏。ある日、球場に着くなり今日は車の調子が悪い。アクセルが重いんだよ、故障していないか確認してみると、サイドブレーキが引かれたまま走行していたらしい。